トーマス・レメンゲ・サウシニアは、パラオ共和国の政治家。同国の大統領を務めたほか、副大統領を2期務めている。日本統治時代は、高学校に通い、アメリカ統治時代になってからは、グアム島マンギラオのジョージ・ワシントン高等学校に、通った。高校卒業後は、太平洋諸島新宅統治療政府の公務員となり、パラオ地区の官長に務めた。 その後、ハワイ大学に留学して、行政学を専攻した。大学卒業後、キャリア官僚となったレメンゲさんは、パラオ地区行政官などの要職を歴任した。1985年6月30日に、パラオ初代大統領ハルをレメリクの暗殺を受け、副大統領から昇格し1985年7月2日まで、暫定大統領を務めた。 その後、ラザルス・サリー第3代大,大統領が不審死した際にも、副大統領であったため大統領に昇格し、1989年1月1日まで、務めた。トーマス・レメンゲサウ・シニアの息子には、後の第7.9代大,大統領となるトーマス・エサン、レメンゲサウ・ジュニアがおり、他にも何人かの子息を残している。後に、ガラルド州の州長を務めた。 2019年8月3日、コロールにある自宅で89歳で死去。ありがとうございます。